ありがとうございます。一番苦戦してます。すごい、素晴らしい。やるとは。でも
はい。こんな感じなの。はい。うまくなるコツみたいなのありますか。あ、ちょっと親子なんですか。え？練習ですね。振り付けとかする上でインプットとかする。インプットは自分は動画をめっちゃ見ます、うん、めっちゃ見てて、もうそれこそバイブのさっきの言ったコンペティション動画とか、他のいろんなコンペティションとか、僕は昔結構バトラーだったんでバトルの動画とかもめっちゃ見てめっちゃ真似しました。めっちゃもう真似しい、もう真似でやってください。真似しい。でも真似してそれをなんとなく自分の動きにできるようになってから、それをちょっとずつこうなんか、あ、自分だったらこうするなみたいなのがあって今のスタイルにたどり着いたので、真似することは大事です。はい、はい、いいですか。お休みの日は何かするんですか。これじゃあ 誰に聞きたいか。はい、休みの日は、はい、休みの日は休みます。はい、最近も YouTube も始まったんで、あとパトリック・アケルでそのままトロフィーよろしくお願いします。YDK 紹介して。今後の YDK アパートメントさんのなんか新たな挑戦のプロジェクトとか。そうですね、やっぱり第一はみんなで集まることがあると思っています。まあ、おのおの本当に、活動してて、それこそ会社員もいるし、映像やってる人、ダンスやってる人もいるし、いろいろおのおのが活動してて、でそもそも YDK アパートメントっていうのが、いろんな才能を持ってる人が集まってるアパートみたいな感じにしたいっていうのを、テーマというか、っていう形で作ったので、この部屋にはこういう人がいて、みたいなのをイメージして作ったので、でね、みんなバイク乗るなよ。人が喋ってるのにすぐバイク乗るから。みんなもんでやってるけど、たまに集まって一緒に踊ったりとか喋ったりして飲んだりとかして、それがすごい楽しいので、全然集まらなくても結構つながってるって感じではやってるので、今年来年は集まって一緒に踊るのが目標なのかなと。YouTube もちょいちょいねやっていきたいなと思ってるので、まあみんなの活動が見れれば幸せだよね。僕たちが出るイベントは12月12日しか今ないです。そうなんですか。じゃあ本当に集まる時間がない中、こじ開けて12月12日。あ、まあよく言えばそんな感じです。ありがとうございます。よく言えばそんな感じです。でも本当にイベント出たいとかそういうのも あるので、ね、逆にお声掛けいただいてありがとうございます。こちらこそ頑張りますんで、めっちゃ楽しみ。最先で見たいもん。で、それはなんかそれぞれなんかジャンルが違うじゃないですか、やられてるジャンル。でもなんかこうパッてみんなでやると揃ってる、なんか引き出す。俺本当に分かんないんだけど、なんだろう。パッと見は超揃ってるんだよね。でね、タイミングとニュアンスは揃う。でもこっから先とかこっから先は全然揃ってない。でもなんか逆に合わせてないから揃っているように見えるかもしれない。めっちゃ合わせてるとちょっとずれたりするとめっちゃずれるみたいなのあると思うんだけど、俺らは多分この辺の使い方とかはもうやっぱ数年やってると慣れてくるから、なんとなくそこで理解して、なんだかんだね踊ってみたと結構長い振りやってた時期もあったから、そこでみんなの出てくる振りとか体の使い方多分慣れたんだと思う。で細かくやってるわけでもなく楽しくやってるのがあるから、多分ここはこういうことの感じだろうなとか、体の使い方だろうなっていうのはなんとなくみんなが把握しちゃってるんだと思う。今自分で話してやっと分かった。かっこいい。でも濃くない。濃いっすね。こんな適当なこと言ってますけど、ちゃんとワンマン頑張るんで応援してください。ありがとうございます。はい、チェコテップ新宿でワンマンライブということで、今まで培ってきた全てのパフォーマンスをその日にするので、ぜひ楽しみにお待ちください。今回演出にもすごくこだわっていて、私たちのやってみたかった演出もするので、ぜひ期待しててください。そしていろんな方を巻き込んだらもっと面白い最高到達点になるんじゃないかということで、たくさんのゲスト様をお迎えさせていただいております。本日は YDK アパートメントの皆さんでした。ありがとうございました。12月12日僕たちも全力でパフォーマンスしますので、楽しみにください。皆さん頑張りましょう。はい、ありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。概要欄に YDK アパートメントさんの、
YouTube もありますのでぜひご覧ください。あとチケットも概要欄の方にありますのでぜひチェックしてみてください。以上、チェゴとマイリキャンバトルでした。ありがとう。